オープンアクセス学術使用欄は、オープンアクセス学術誌とその論文を掲載するウェブサイト。イギリスの非営利事前企業である、オープンアクセスインフラストラクチャサービスが管理、運営している。2019年3月14日時点で、再録学術誌数12,827件、論文総数3858,305本。閲覧は、 無料で利用者登録は不要である。オープンアクセス学術ーラ欄の設立趣旨は、分野や地域、言語にかかわらず、世界規模で、佐読付きオープンアクセス学術誌の認知度や、アクセシビリティ、評判や利便性、品質を高めること、また学術誌の編集者、出版社や所有者と協力し、最良の出版業務の手助けをすることにある。 ブダペストオープンアクセスイニシアティブのオープンアクセスの定義に準拠し、再録する学術誌は全文を無料で提供し、閲覧、ダウンロード、コピー、配布、印刷、検索、合法的利用ができる論文を掲載する学術誌と規定している。学術誌を精査して、ウェブ編集を管理し、高品質のコンテンツを無料で提供している。 また一般にオープンアクセスであれば無条件にデュアジに掲載されると誤解されがちだが審査基準を満たした場合に限定され再登録時に登録抹消された事例もあるとデュアジは2019年に世表に反論しオープンアクセスの規定を改めて解説している2002年2月14日世界的な潮流となった研究論文を無料で自由に閲覧利用できる オープンアクセス運動はヨーロッパではブダペストオープンアクセスイニシアティブを表明してその定義やあり方を示した。上記に刺激を受けた初の北欧学術コミュニケーション会議が2002年10月22日から同24日にわたり開催される。会場は初日と2日目はスウェーデンのルンドに3日目はデンマークに設けられた。この時の議論がデュアジ創設を導くこととなる。 翌2003年、ルンド大学図書館長、ラース・ビオルンス・ハーグは、デュアジをウェブ上に開設すると、当初再録300首として、活動を始めた。運営は、ルンド大学の支援、またジョージ・ソロスの国際的な女性財団である、オープン・ソサエキ財団の助成を受けた。その後の10年でデュアジは8300首長の、学術史を収裁するまでに成長した。 デュアジは2013年1月、かねてから合意の通り、ルンド大学図書館から独立すると、GO、アクションパブリッシングの共同設立者、キャロライン・サットンと共に、イギリスの非営利事前団体として、オープンアクセスインフラストラクチャサービスを設立した。ビオルンスハーグ代表は、ルンド大学図書館を辞めて編集長に就任した。なお、サットンには年にオープンアクセス学術 出版社協会を設立し、2008年から2013年3月まで会長を務めた経歴がある。再録学術誌の更新を行った2015年、補色学術誌を排除する目的でデュアジは、再申請手続きの要件をより厳格化、当初7つだった、申請要件は2014年3月より約50項目に拡大、また、編集過程の透明性や、 東洋検知システムを申告する必要があり、関連情報はすべて公開することが条件となった。リュアジに既登録の約1万紙に再申請を求めたと言い,い、2014年3月から申請した学術詩4100件のうち、審査に合格したもの700詩、不合格1100詩、また、審査途中もしくは継続が2種回答された。 更新受付が終わると2016年5月に、作品付けされた1万1600詩のうち5000詩近くは、再申請の審査を通過せず、データベースから削除されている。ただしこの大幅なクリーンアップにもかかわらず、再録学術紙の数は増え続け、総数1万2827紙から、論文合計385万8305本を載せるまでに成長した。 2019年4月に全掲載紙のダンプを公開週ごとに更新している。論文投稿者と読者に向けたサービスでは信頼できる情報源かどうか見極めるポイントを最善の観光として紹介したりまた消滅の危機にある小規模学術雑誌に関する国際研究が発表されると2019年にデュアジが率先して連携協定を結びクロックスと インターネットアーカイブキーパーズレジストリパブリックナレッジプロジェクトが署名した出版都市順ありがとうございます